じゃあヒラメのお刺身作ります。なんか黒いな、皮を引きます。縁側は外す。こっちは背の身ですね。表側の腹の身、まな板は綺麗だけど、カスが月に幾分つきやすいですね。はい、じゃあ切っていきます、身の高い方を向こう側にして、そぎ切り、こうやって歯幅いっぱいに使います。
よ。はい、一人前出来上がりというか二人前ですね。これさらにどんどん作ります。あ、お、表側の線にはしかもこれサイズが大きいです。でも、作りやすい形が揃います。よっ、はい、2皿目できました。じゃあ試食してみましょう。はい、すごく久しぶりにヒラメの刺身食べてみます。まず、背側の身からですね。どうかな、贅沢に2枚同時。ヒラメは美味しい。腹の身はどうかな。背側も腹側も白身の魚、味が大差ないです。同様に美味しい。大葉を絡めて食べてみましょう。これはこれで味わい深い。縁側、コリコリした食感で美味しいです。ヒラメはタイと並び称せられる高級白身。旨味が強くて、お刺身はとても美味しいです。まあ高級魚と言われるだけのことはあるけど、すごく安く買いました。これだけ全部ね、いわゆる材料費だけなら200円分くらいですね。豪快に 2,3 枚ずつ食べる方が美味しいです。刺身のツマもゼロから作ったんですけど、久々すぎて今回は上手にできませんでした。はい、完食しました。大変美味しくできました。